それでは5に行きますね。まず短い1を書きます。まっすぐの1ですね。で、上よりも短めで、で四角に近い口を、こちらの角が上と、まあ、大体同じぐらいの位置ぐらいね、少し上から草冠を描きます。三等分した時に上を長く下を短くでちょっと内側に入りますね。こちらの方が左よりも角度をつけて入ってきます。45度で短めに払って縦を描きますが、これが口の上あたりで終わるようにしてください。で横を描きますが上よりも短いです。で3等分して閉じて、これが一番長いですね。ちょうど口あたりからこの線よりも短めに、角度は揃えて、で、まあ、45度ぐらいですね。そしたら少しここを開けて同じく45度で横